対応の効かれずに苦しんだ時期もありました。ショートゴロです。さあ、どの目、真内深いところからヘッドスライディングは及びませんでした。白崎、本当に守備力安定しています。ショート堂上直道、8番世界の、まあ、今シーズンもダメかと思われたところ三遊間の深いところを何度もアウトにしましたしね。あと6、4、3がとってもうまいですよね。堂上直道、この前ヤクルト戦でねエルナンデスがショートやったことあったんですけどもね、はい、9回でしたっけ、10回でしたっけ、9回でしたっけ、2つまずいプレーがあったんですよね、はい、あれが、まあ、本人のエラーにはならなかったんですけどもね、キャッチャーのエラーとあと内野安打になったというのがありましたけども、そうなんですね、あれが直道だったらっていうのがありましたからね。やはりショートというのは守備力優先からというポジションですね、